田中春彦は、日本の彫刻家、ジュエリーアーティスト。東京府東京市日本橋区室町出身の父と、東京府東京市下役、金杉出身の母の子として、疎開先の東京都世田谷区松原町で生まれた。戦争による財産喪失の影響が続き、成人までの生活費と、学費以外に親からの援助はなかった。最終校は、 東京都世田谷区三原茶屋にあった日本大学の獣医学部。東京育ちの後、1986年東京都港区六本木三丁目から山梨県北駒郡高根町あざ年場原に移住した。家は代々浄土新州大屋派で、信仰は仏教。菩提寺は東京都台東区こと武器にある善生寺。n y パンフレット使用写真60歳を超えた。 顔学生時代に出かけたパリの偽美術館で見た日本のマガタマの形と歴史に心を揺さぶられてものづくりに入る。この影響のため彫刻からジュエリーに至るまでの作品すべてが立体物である。芸術、美術学校及び関連する教育を一切受けなかった芸術家で自動車工場で金属加工を眺め、歯科医院で金細工を知り、 またお寺で内面を聞くなど独学で習得した技法と、たくさんの出会いから目覚めた感性により新しい分野の作品が次々と創造されている。木、貝、漆、宝石、鉄、貴金属、空き缶から番頭、異素材の組み合わせだがテーマは一貫して心を表す。田中が多くの人に語る言葉がある、制作技術の頂点を極めることは素晴らしい。 しかし私にとっての彫刻は生きることへの問いかけ、心の叫びをいかに形に表すかだ。素材、技法はそのためにある。人間の精神性をもとにした独創性作品の評価は海外でも多く1982年から1984年にかけてイギリス大英博物館が作品3点を購入している。日本の皇族方にも鑑賞や購入がある。 芸術家が弟子あるいはスタッフに過失させたらそれは、元作だ。こう言って、アトリエには誰も入れないで一人で制作するため、日数がかかり、作品数が極端に少なく美術賞、ギャラリーに出回ることは、ほとんどない。田中春彦モダンアート美術館、外観1979年から、青春の日本列島、モーニングジャンボ奥様8時半です。木曜スペシャル、午後11時など。 出演が急増した。その結果、制作の妨げになり1982年から事態を開始1983年には出演を完全に止めた。1986年に東京から山梨県に移動したのもこの県が大きく影響している。この後、本人がマスメディアに登場することはなくなった。二輪は稀にヤマハユースフ R1 に乗る。 3枚の写真は、イルブス主催、田中春彦作品展会場内でのレセプション風景。ありがとうございます。